意外と普通に喋ってます。想像以上に晴れてないので、明日はまあまあまあ大丈夫かなと思いますちょっとぐらいポケって感じ。親知らずを先日じゃないね、5日に抜いたんですけど、抜いて、いやどうなるかなと思ったんですけど、意外となんとかなりそうです。まだ明日何着るか決めてないんですよ。将軍さんこんばんざい、こんばんざい。メイさんよかったね、よかった本当に。ゴロネさんこんばんざい、こんばんざい。ミオちゃんおはよう、おはよう、おはよう。いやーなんか今日は一日レッスンだったんですけど、まあ、なんか抜いた直後だからあんまり満足いく踊りができなかったので、今日の分はちょっとどこかしらで自分で埋め合わせて練習しないといけないなっていう感じではあるんですけど、だいたいおはようだよ。寝てないの？そういうわけではないか。今のところはね全然、Oh my God、大丈夫です。多分わかんない、どうなるかな。どうなるんだろう、不安はあるが、なんとかって感じまあ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 、そんなにやばそうな感じではなさげなので、わかんない、やばいのかな。まだでも48時間後ぐらいから晴れてくるらしいんですよ。まだ48時間経ってないっていう。明後日8日、今何日、今が何日なのかがあんまよく分かってないんですよね。スズハちゃんこんばんざい、こんばんざい。歯痛いのは辛いね。歯というかまあ歯茎なんですけど、みんなにもね私の親知らず見てもらおうかなって思ったんですけど、ちょっとグロッチックになるからやめとこうと思って。明後日はあれだよね、8日だよね。ひーくんこんばんざい、こんばんざい。アイマール、ハロー、ハロー、ヤッホー、元気？日曜日。元気だよ、8日だね。8日が日曜日だね。すごい元気だよ。めちゃめちゃ元気なんだけど。超元気なんだけど、どうしよう。やばい。タジタジおやっほー、めいちゃんだよ。最近歯医者さん頑張ってるめいちゃんですよ、本当に。ライスちゃんやっほー、こんばんざい。ごめんね、多分今日までラジオ配信かなと思います。どうだろう、今日までだと信じたいは信じたいんですけど、どう思う？多分今日までだと思いたいが、しかし本当にどうなるんだろうって感じですね。僕も元気よ、元気よかった。僕も元気よ、よかった。いや明日撮影会なんですよ、やばい。どうしよう、何着るかも何も決めてないんですけど、どうしよう、何がいいですか。コスプレチックな方がいいのか、
それともどういうのがお好み皆さんのお好みはどういう感じなんだろう。この画像好きすぎてついで見たとき思わずバンザイ参照しバンザイバンザイバンザイって。親知らずはやばいよね。すべてのね、活力が奪われる。ヒロトさん、こんばんだい、こんばんだい。タジオ、タジオ、太ももがすごい見える。マリンスタイル。あるのかな、マリンスタイル名。持ってないかもしれん。あんま持ってないんだよね。志田から借りて突然のオーバーオール。私今日オーバーオール着てますよ。今日オーバーオールめっちゃ綺麗な太むむ太むむ。25歳親知らずの痛みがまだで毎日震えてる。生えてきてなかったら大丈夫だよ。もし今もう生えてるんやったらなんとかした方がいいなとは思うけど、生えてないんやったら大丈夫だと思いますよ。生えてる？まさか。生えてたらどうにかした方がいいと思う。まだもうまだ生えてないよって言うんだったらなんか別に気にせずに。でも20代から30代までに抜いた方がいいらしいですよ。なんか理由はその時の方が骨が柔らかい。20代から30代の方が骨がまだ柔らかいから、その痛くないというか、なんだろう、そのダメージが少ないらしいです。果たして本当かどうかは分からんけど、でも歯医者さんが言ってたから多分本当なんだと思います。本当かどうかはまだ分かんないけどね。明日早いんですよ、朝が。大丈夫かな。メイさんに抜いてもらうことは可能です。きっとやばいことになっちゃうよ。今オーバーオールです。久々にメイちゃんの配信に来れて声聞けたから今日は気分よく寝れそう。は、幸せな夢がね、見れるようにね、祈っとくね。明日は早起きさんです。多分すごい早起き。大丈夫かな？起きれるかなってぐらい早起きなので、本当寝坊しないように気をつけないと。いけない。ほんと寝坊しちゃうとねやばいことになっちゃうんで、多分寝坊はしないと思うんですけど、果たして今からちゃんと寝れるのかが不安。私あんまり早い時間に寝たことがないから、昨日も結局配信の後全然寝れなくてちょっと困りましたもん。どうしようって、全く寝れんくて何しようかなって思ってずっと携帯開いてたんですけど、親知らず向きがやばくて砕いた。あ、全然私はねクマやらんかった。生えてるかわからんから今度見てくれ。ウケる私歯医者さんじゃないから全くわからん。噛み合わせが悪くなる放っておく。そうそうそう、歯並び悪くなるっていうね。31歳になるので余裕でのーちゃん。のーちゃんか。メイさんに抜いてもらうことは可能ですか？多分ね、歯並びとかぐちゃぐちゃになるよ。起きてたら良いじゃない。でも明日寝ちゃうから、そうしちゃうと明日寝ちゃうのはちょっと私のあれではない。明日寝ちゃうのはちょっとあれじゃん。休憩の時は寝ていいかもしれないけど、今日何日だ。やばいやばい、やんなきゃいけないこといっぱいあるんですよ今。ちょっとまあそれは明日聞いて。
から取り組んで、そうだからね、やんなきゃいけないこといっぱいですけど、それが楽しいっちゃ楽しいんでいいですね。日々が毎日楽しいです。なんか何もないよりは楽しいじゃないですか。なんか1年目、活動1年目の時とかは休みしかなかったから、なんか楽しかったけど、それはそれで今はなんか忙しい方が楽しい。めいちゃんの回し蹴りで話し合ず抜いてもらほしい。やばそう、もうないから叶わない。あ、抜いたんだ。歯医者で作ったマウスピース2年ぐらい使ってない。それ多分ね、もう使えんのかな。みずきちゃん4時起きって言ってた。それは早い。4時起きだよね、明日6時ぐらいかな、わかんないけど多分ですけど4時ぐらいかな。4時はまだ寝てると思う。5時とか多分それぐらいになると思います、起きるとしたら。5時半かな。あーでも明日何時に家出るって決めたっけ。あー6時半ぐらいかもしれない。いや6時かな。6時には多分起きてると思います。でもね、朝忙しいと朝のツイート忘れちゃうんです。おはようってツイートで、いつもだいたい電車でやるっていうのが流れなんですけど、ワンマンライブもね近づいてきて、近づいてきてね、ちょっとドキドキですけど、どうですか皆さん。早起きさんですね。ファルセットさんありがとうございます。50カウントありがとう。そうでも寝なきゃねって思って、親知らず出てきて痛いってなったことのないのでタイミング、でも私もね出てきてね痛いはなかったです。痛いっていうのはないけど、痛いはないけど、なんだろう、痛いはないけどな、明日は早起きです。でもとりあえずね、あえちゃん早いな明日。でもさ毎日3時とかに寝てるから寝れんくない。なんかさ朝はいくらでも寝れるのに夜寝れないんだよね。困っちゃう。何着よう、ほんとまだ決まってない。やばいよ、決まってないんですよ、どうしよう。そこはびっくりマークじゃなくてクエスチョンマークだろうみたいな、違和感みたいな、みたいな。押す押す、それ切るの。あ、これを貸します。あ、ほんとありがとう。アイロンかけようかな今日。ありがとう。帯とかある？いや、あるんですけど、なんかどこだったっけみたいな。え？それなかったらダメじゃん。モンチュアフミさん。それなかったらダメだよ、愛ちゃん。あるんですけど。ダメだ。いいよ、別に。やばいやばい。よいしょ。タットさんこんばんは。こんばんは、ありがとうございます。来てくれてありがとう。先寝るで。寝ていいよ全然。もうむいちゃんは今日は何時に寝るでしょう。何時寝だと思う。当ててみて。当たらんと思うけど、何時寝やと思います。何時寝やと思いますか。当たった方には
何もないけど何もないんかいっていうね。何もないけど何かがあるかもしれないよ。何もないけど何かあるかもしらんやんっつって、4時半ぐらいまで起きてそう、眠れないで。どうだろう、そこまで起きてるかな。意外とでも寝ないとね、メイさんもねやばいんですよ。理由はいろいろあるんですが、まず寝ないと多分親知らずが腫れる、あった場所が腫れちゃうから、まず寝ないといけないんですよ。そう、絶対的に。ミュウさん、ミュウメイタワー、メイタワー、メイだよメイだよって、メイちゃんだよ、こんばんは。こんこんこんばんは、こんばんは、ふぅふぅふぅ。オールナイトエサーラはやばい。メイちゃんとも撮影会よりの、よりのんびりをお散歩したい。お散歩いいね。ミミル、こんばんメイちゃん、こんばんメイちゃん。テンション高、テンションね、高見沢です。意外と。今日ね、マイカちゃんがね、メイさんのこと好きですって言ってくれてね、嬉しかった。って思って、なんか好きって言ってくれるのは嬉しいですよね。なかなか言ってもらえることじゃないと思うし、嬉しいなって思って、ずっと好きで言ってもらえるように頑張ろうと思いました。なんだろうね、別にカッコつけたいわけじゃないけど、好きでいてくれる子にはね、ずっと好きでいてほしいじゃないですか。だから好きでいてもらえるように。ありました、ありがとうございます。申し訳ない、探させてしまった。浮気されんように物理的に、そう、好きって言ってくれる子見つけるとね、なんか嬉しくなっちゃうよね。まああゆちゃんもしかりでしたけど、2枠取って食べ放題行きましょう、焼肉。どう？アイロンかける？あなたそれ。大丈夫です。撮影会2枠取って焼肉の食べ放題行くっていう。え、どういうこと？でも撮影会セッションだから今回。いや、個人の時に。いいんじゃないですか？アイちゃんがいいんじゃないですかって。いや、どうしても前回焼肉が食べたくて。焼肉行こうっつって、焼肉行こうって。どこ行きたいかな、撮影会で。どこがいいかな、撮影会で行きたい場所。水族館絶対撮影できないとこ選びがち。絶対遊園地。埼玉は動物園とかは、動物公がいい。動物公園、そう、メイが提案した動物公園いかがですか？いいんじゃないですか？そう、冷たい。虫出たら呼ばれます、きっと。虫が出たらきっと呼ばれる。もう多分出ないと思うけど、出んのかな、どうなんだろう。
病んでるみたいな絵になった。なんかラジオ配信の時って手を動かしてないと喋られないんですよ。なんか時間が空くから。で今絵描いてるんですけど、なんか病んでる絵になりました。そもそも白ペンがどっか行っちゃった。はるね、明日の撮影会の衣装を準備してから寝たいので、何時に寝れるかなという感じですけども、そもそも一回洗濯機回そうかな。どうしよう。いや、それはいいな。別に一枠目何着ようかな。わかんない、みんなが着てほしい服とかがあんまよくわからん。寒いかな。寒かったらあれなんだけど、病んでる絵になっちゃった。どうしよう、どうもできないな、これもう修復不可能や。修復不可能です。明日最高気温32度。あ、じゃあ半袖で大丈夫だね。おやすみ。じゃああれだ、半袖で大丈夫そうですね。明日は半袖です。明日は半袖です。きっときっと半袖、半袖だ、半袖が、あ、半袖ですね、きっと。これはやっぱやるべきことやんなきゃいけないから、ノートとペンも持っていかなきゃいけないし。ふう、闇絵です。見る？ちょっとでも切り替えるとしたら間違えた。ここですね。ほら、病んでる絵ができました。闇絵ですね。怖いね、ちょっと怖い絵ができました。誰とかもなく、とりあえず塗ってたら塗りました。塗り塗りしてたらこうなっちゃったよな。白目がピンク、あ、白見つからなくて、なんか白見つかんないなって思いながらやってました。白が見つからなくてちょっと困ってた。明日靴とか何個必要やろ。何にしましょう。